はい、タクムソフトの中井です。今回も父読後感をしてまいります。2019年11月号特集、語らざれば憂えなきに似たりという、特集になっております。そして今回読後感するのは、連載第75回日本の教育を取り戻すというところから、効果の今昔、言葉と調べの文化ということで、これは浦部健司さんが書かれた記事からです。効果の今と昔ということで書かれておられましたけども、実は私、効果に対する思い入れがこの文章を読んで全くなかったということに気がつきました。その理由を考えてみましたところ、私は小学生の時に3回、小学校を変わっておりまして、中学校も2回変わっておりました。つまり、効果を学ぶ機会とか、効果を歌う時間が、あったはあったんですけども、効果を学ぶ時間もなかったかもしれませんね。あったはあったんですけど、短かったんです、それぞれが。で、それぞれが断片的に、だったものですから、あまりこの歌詞をかみしめていたとか、この由来を聞くとか、そういうことは記憶に全くありませんでした。それで、こういう、ね、一つの文化がそこにあるんだなということを感じた時に、非常に人生の中で損をしたなということを感じました。すごく損を感じたのはですね、歌っていうのはすごいパワーがあるものだってことを私自身も感じております。実は私自身も音楽をやっていた経験がありまして、歌を書いたりしたことがありました。歌のパワーというのはすごいもので、自分の気持ちが投影されていく、そしてその歌がですね、ネガティブなものだったら気持ちもネガティブになったり、発言もネガティブになってくるっていうね、こういう不思議なことになってくるんですよね。そんなことを自分自身も体験してたもんですから、今更に効果ということをこう言われた時に、自分はそのことを知らなかったんだっていうのをね、少し残念に思いました。そしてですね、この効果というのは少し離れますけれども、日本はですね、やっぱり歌っていうのをすごく大事にしてきた民族なんじゃないかなというふうに思います。短歌や俳句とかね、そういうものもずっと語り継がれてきている文化もありますし、このような効果というものもね、ありますし、そして最近でしょうかね、私がまあ中学生ぐらいの時からですけれども、カラオケっていうものができました。カラオケっていうのは、娯楽なんですけれども、実はものすごい革命的な娯楽だと思います。本来歌っていうのは、なかなかこう構えて歌うものだったと思います。例えば楽器が演奏者がいて、演奏者に合わせて歌詞を見ながら人前で歌うみたいな、かなり大掛かりなね、この状況の中で歌を歌うというシチュエーションが長らく続いた中で、カラオケというね、気軽に誰でも歌える、そして、一つのコミュニティを形成した、ね、よく町内会とか、いろんなね、慰安旅行とかでもカラオケって出てきますよね。あれは人と人とのこの交流をする時の、ゲームとかと一緒ですよね。ああいう娯楽の一つとして、道具として使われています。それが、歌がその中に入ってきているっていうのがね、すごい、日本人らしいなっていうことを感じます。このに、ね、歌の文化ということをね、考えたときに、歌の力というのは本当に、影響力があります。効果に対してもやはり影響力があると思います。ですのでね、この影響力のある歌、私たちは意味を知らずにね、歌ってることもありますし、歌をね、意味を知らずに歌うのではなくて、その作者の方が込めた思いとかを、そういうものを受け取りながら、歌をね、さらに楽しめれば、良いのかなというふうに思いました。今年もね、あともう少しですね、今10月の16日ですから、もうね、2ヶ月ちょっとで大晦日になります。私も毎年紅白を楽しみに、
頑張って仕事をしてますので、紅白を見ることを楽しみにですね、今年はその紅白で歌う歌手の方々の、歌手の方々の歌詞をね、しっかり、聞きながら、大晦日を過ごせればなというふうに思っております。はい、それでは今日の特別感をここまでにしたいと思います。それでは皆さん、また。